ピツカート・ポルカは、ヨハン・シュトラウス2世とヨーゼフ・シュトラウス兄弟の合作によるポルカ。作品番号はない。演奏時間は約3分。パブロフスク駅での演奏会1869年の夏、シュトラウス2世とヨーゼフの2人によって作曲された。この当時は、ロシア旅行に出かけており、その際に2人がサンクトペテルブルクで、 ピアノの連弾をしてこの作品が生まれたと言われている。他にもパブルフスク駅舎での仕事の際に作曲されたとの説がある。いずれにせよ作曲された場所はロシア国内である。後に同年6月24日に初演され大成功を収めたが、その後のコンサートでしばらく演奏されることがなくなってしまい、7月6日にようやく再演したところ好評を博し、 全部で7回演奏されたという。なお、シュトラウス2世は23年後の1892年に、新、ピツカート・ポルカを作曲している。名前の通り弦楽器のピツカートだけで演奏される、ユーモラスな曲で、中間部のトリオでは、鉄筋が加わる。これ以外の楽器は使用されない。なおこのポルカには、そのよく演奏される伝統的な通常版とは別に、移行として、 1869年の夏に兄弟二人の手で作曲、成立された当初の形として、打楽器の加わる原点版が残されており、ウィーンフィルニューイヤーコンサート2012ではおそらくニューイヤー史上初の試みとなる、このオリジナルバージョンが演奏された。当時創作の絶頂期にあった大の大人が二人がかりで、このような遊び心旺盛な作品を軽いタッチで、 気の向くままに作曲したという作品誕生の経緯は、子供じみた逸話にも捉えられる。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は、以下の一覧を参照。2017年現在、アンコール曲として、ほぼ毎年演奏される、美しく青きドナウとラデツキー更新曲についで、3番目に登場回数が多い作品となっている。過去の演奏一覧また、CM などでも、 稀に流されている。ありがとうございます。